心配するな。ドイツもまだ生きている。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいの？心配ない、自分たちでじっくり。ふーん、あんたってガキっぽい。そうか、別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから。あ、ま、いいだろう。ま、待って待ってくれ。なんだ、お前たちの目的は？とりあえずは孫悟空。 なぜだ。こいつはただのゲームなんだ。そんなことはやめてくれって。無駄だ、俺たちは孫悟だ。そうだ、そんなことより早く倒れている連中に先祖。じゃあね、バイ。みんなを助けなきゃ。